すいません、お待たせしました。こちらが先日ご注文いただいたプリップリのプリウスです。おい、マジかよ、機動戦士じゃん。言ったんですね。オプションのご確認だけよろしいでしょうか。オプションに埋もれてプリウスが確認しづらいんだけど。もはやプリウスがオプションになってない？これ、まずは超合金レッグとメタルウィンドアーム、これ行動走れんのかな。カメラと 60mm バルカンを搭載しており、 OS は皆さんの慣れ親しんでいる Windows ガンニウムをインストール済みです。何それ、聞いたことないんだけど。ちょっとさ、もうサイのこうじゃん。恐縮です。バルカン砲使うタイミングいつよ。煽り運転などの被害に遭った際ご使用ください。よっしゃ、相手を被害者にするわけだ。そしてお客様が加害者となります。ておい、まあ当然だろうね。そのためにも保険はもちろん入りますよね。なあ、何人犠牲者が出てもお構いなしのやつで頼む。ついでに地球連邦軍にも入りますよね。この流れで俺戦場に駆り出されんの？やってやろうじゃねえか。今なら軍に加入することでコックピットもオプションでついてきますよ。ああ、俺が戦うんじゃないのか。ああ、いや、お客様が操縦しますよ。何言ってるんですか。じゃあこいつは何なの？乗ってるだけです。今すぐこいつを下ろせ。オプションの説明は大体ほとんど終わりました。さあこいつで華々しく妖精を飾りましょうよ。俺みたいなおっさん病で粉々に散っちゃうよ。あ、ちなみにあちらのコックピットはあくまでもイメージです。わざわざイメージとかいらないんだけど。こちらが実際に登場していただくコックピットの池沼さんです。これ足行きます。一人で行ってくれ。おい、あれなんだよ、よく見たらどうなってんだこれ。右手がアンパンマンみたいになってやがる。ゴツゴツとしたフォルムにふっくらが混ざってんぞ。なあ、あちらはエアバッグです。外付け。あの高さからコックピットが降りるとき普通に降りたらとんでもない事故が発生します。そもそも設計ミスだろ。そこで右腕のエアバッグがしたたかに受け止めるんです。事故回避できてない。それじゃあ今日はもう乗って帰ってください。あんたみたいな貧相な格好の客がいると店の品位が落ちるんでね。金払い終えた途端にすげえ態度悪くなるじゃん。普通逆だろうがよ。早速俺のバルカンが火を吹く時か。お帰りはあちらの出口になります。まだお客様が喋ってる途中でしょうが。そういえばナンバープレートはどこにあるんだ。両目をかっぽじって左足をご覧ください。5年1組これさ、池沼さんずっと乗ったままなの？もちろんオプションですから、期待もろとも朽ち果てるまで運命をトゥギャザーしてください。じゃあちょっとそのオプションだけは外して帰ります。